なんだこれ、わかんない。オラたちの村に狼が3人紛れておるのじゃ。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。どうした、急に、急にどうした。どうか、どうか皆さんに見つけてください。よろしく。モブバー出た、モブバー。モブブーバー。それでは議論スタートです。ありがとうございます。ありがとうございます。提案があります。ご提案があります。はい、いいですか。聞こう。はい。次回以降の GM さんにもこういう風な感じでやっていただきたいっていうことを言っていきたいと思います。同意見です。全くの同意見です。村りあるでしょ。村りしかないですね。村りあるわ。村りというかチャンネルりがありますね。チャンネルありがとうございます。リスイさん常にチャンネルりがあるから助かってます。確かに。あとちょっとイケボ意識してるんですか。あ、気づきました。噛んじゃった。気づけませんでした。気づきましたか。え、昨日の夜噛めなかったら噛んだんですか。モブバーを噛めなかったから噛んだんですか。そういう言っとくが、アツシはアツシは狼ではないぞ。占い出しますか。どうしましょう。でもこれあれですよね、乱白だから。乱白だから結果あるから情報は出した方がいいというのが村の意見か。はい。あ、出た。せーのじゃないのか。せーのが良かったっすね。占いとおっしゃる。ちょっとあの2人撤回はないですか。2人撤回はない、ないですか。ないと約束してくれますか。撤回ですって言った。撤回か。なんだなんだ。撤回かよ。じゃあ、まあ、せーので白崎行きましょう。出しますか。わかりました、はい、いいだろう。誰か温度を取って。はい、いますよ。せーの。カンナ山さん白。カンナが白です。なるほど。山さん白です。山さんカンナ白ね。なるほど、J さんが対抗か。なんだこのイケボ意識。カンナ白だ。J さん、占いだし。山さん白です。イケボだ。アトシが占いです。J さん誰が白って？山さん白です。山さん白。え、コウコンさんと S字さんは違う？はい。違いますか？はい。え、アツシさん誰って言いましたっけ。アツシはカンナが白です。はい、よろしくお願いします。相当怪しい。あ、ま、そっか、ランダムで出てるのか。怪しいな。ただガチです。ガチです。まあ普通にグレーから行く感じですね。まさかカンナに勝ちたかったのにすっごい嫌です。でもカンナが白です。山さんの強化の仕方もすごくなってるけどな。そうだな。グレーのレイはレイは出さない方向で行くんですかね。レイバイは出さなくていいんじゃないですか。お任せします。あれあの投票ベースであの、うん、回避をしてくださいだと思います。うん、それならかつ味方的には僕はあの自分でこういうふうに動いた側として言うのはどうかですけど、まあ心境かな。まあそうですね。それはそうだと思う、うん、僕も心境だと思ってる。信徒強靭だと思って。信徒強靭。あ、J 君は今日の方が高いと思ってる。そう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 。普通にそれコンコンさんと SD さんがなんか、うん、先パッて出したみたいなのとかが あれはスライドです。単純にそうです。別に疑ってもらっていいですよ。あのそれも含めて、うん、だから一つだけお話いい。はい、コンコン S 字が撤回がなかったら俺撤回しない撤回しないって言ってましたね。俺3人目で出れたらめっちゃ締め取れると思ってテンションが上がった瞬間ですが、スラされてテンションが下がりました。以上です。あつしでした。今、今確実なのは俺と S 字さんがローローはないってことだとは思います。ないと思う。どっちかがローはあるけどローローはないと思う。別に含めて疑って、あの、やせの別に全然何も殴るの、まあ、別に全く問題ないと思う。ちょっとそろそろあの絞りたい。そうですね。3、4人に。提案としては、カンナさんと山さんが一人ずつ。カンナからそれぞれ言うのがいい。カンナ、マジで、お前、今日俺が勝てるかどうか、お前のこの、ファースト、この、あれ、インスピレーションにかかってるから。なんか、あんまりアツシさん喋らない方が。アツシさんもういい。誰がいいですか。イケボが消えてます。誰がいいですか。今どういう感じ。指定すればいい。全然わかんないけど。そう、指定すれば。例えば指定値、あの疑いの指定値を出してくださいっていう。オッケー。さっきかっこよく勝利を決めた DD さんを指定します。
なるほどね。あ、別に怪しんでるということじゃないです。まあまあまあいいね。カンナさんどなたでしたっけ？アッチーさん。アッチーさん。まあそうだね。まあ正直、うん、あの神奈山さんがそこを指定するのも正直わかる気がする。まあね。いや、これ、神奈さんどこ指定したの？あっちーさん、私。いや、すっごい言い方あれですけど、こうなんか狼だったら怖い位置っていうとこう メタ感があるけど、すげえしっかりと2人とも選んできたなっていう感じがする。うん、よくわかってますね、それ。でこれはあれですか、だからってことではないよ。別に DJ さんの表現とか表情とか怪しいとかじゃなくて、まあ、なるべく活躍してない人を残してあげたいから、そうするとさっき、ね、すごいかっこよく勝ったから、じゃあ今回はっていう意味合いだけだから、怪しんでるわけではない。活躍してない人なんて言わないでくださいよ。これって、あっちーさんと DJ さんも、あれ指定します？普通にこの2人で。いや、指定し、どっちでもいいですよ。ただ、なんかあんまり広げる、うん、広げて。要は、裏側が対抗も出てるじゃないですか。あ、っていうかさ、今さ、指定された人の中でさ、約束しようとかあれば。あ、そうだね、そう、確かに。例があるんだったらっていうのがあるんで。ありません。僕ありますね。うん、だとしたら広げるのはいいんじゃないですか。うん。さらに一人ずつとかなんか、ね、え、なに DD さんは、ね、あるって言ったの？あるって。じゃあ DD さんが一人指定すればいいんじゃないの？いや、二人二人とね、DD とアッチーさんから両方とも行った方がいいと思う。うん、30秒しかないんで。30秒しかないんで。私はしようないです。いや、一人指定するんです。あ、吉谷さん。はい。あの、ちょっと発言が少ない気がする。じゃあ、しんいちさん。なるほど。よしやしんいち、あっち、マーメイド、この3人 DD、マーメイド DD。あっちさん、よしやさん、しんいちさんの3人。ごめんなさい。それは決戦、ね、うん。誰の声だ、今。キャナさん、キャナさん。あっちさん、よしやさん、DD さんの3人です。キャナちゃん、なんて言ったか聞こえなかった。あ、投票タイムとなります。30秒でいいですか？はい。いや、20秒でいいと思います。20秒で。はい。はい、ごめん、キャナちゃん一人目だ、ごめん。それではキャナさんからと思います。キャナさんどうぞ。はい、ごめんなさい、ちょっと最後聞けなかったんですけど、アッチーさんかヨシヤさんかDDさんの3人の中からってことですかね。ちょっと何もわからないんで、アッチーさんに1票入れます。以上です。はい、アッチーさんに1票目が入ります。次はしんいちさんです、どうぞ。はい、僕もわからないですけど、一応さっき最後話してたのは僕と吉谷さんとアッチーさんの3人って話だったと思うんで、僕はわかんないですけど、とりあえず吉谷さんに入れます。以上です。はい、吉谷さんに1票目が入ります。次はアッチーさんです、どうぞ。この3人から広げることはしません。で、最初から広げたくなかったですけど、 DD さんが仕様があったので、広げました。吉田さんに入れますが、一個言っとくと、キャナさんは狼の時私に入れる傾向に見抜きました。以上です。はい、吉田さんに2票目が入ります。次はジェイさんです、どうぞ。はい、まず対抗は、強靭の方が高いと思ってますが、まあ、狼、三郎なので狼で占い師で出る可能性もあると思っています。3人の中では正直わからないですけど、新一さんに入れます。新一さんに1票入ります。次は S 字さんです、どうぞ。S 字さんが初日に殴るときって、すげえムラ感があるのもわかるんですよね。でもこの3人からもあると思うし、アッチーさん白目がすごいあるんですけど、3人から広げない方がいいと思うし、アッチーさんは黒の可能性もあるので、アッチーさんにします。です。アッチーさんに2票目が入ります。次はヨシヤさんです、どうぞ。最初の DD さんとアジさんのやり取りで、アジさんちょっと白く見えてるんですけど、やっぱ白いのかな、アジさんは。
うん、ただ投票対象は広げなくていいと思ってるんで、僕は一応僕に入れているということもあって、新一さんに1票入れておきます。はい、新一さんに2票目が入ります。次は山さんです、どうぞ。はい、別どこが怪しいというのは現状ないですね。ただ色を見るという意味では、アッチーさんを釣るのが一番、まあ、色は見れる。要はカンナさんとヨシヤさんに挟まれてるわけだから、アッチーさんが黒だった場合、カンナさんとヨシヤさんが、まあ、あの白の要素が高くなるっていう意味で、アッチーさん、その色を見る意味でアッチーさんに投票します。はい、アッチーさんに3票目が入ります。次は JJ さんです、どうぞ。うーん、まあ、色を見たいっていうところでいけばアッチーさんなんですけれども、まあ、入って3票入ってるところなので、ここでもう次に色が見たいとしたらヨシヤさんかなということで、ヨシヤさんに一票入れさせていただきます。以上です。はい、ヨシヤさんに3票目が入ります。次はカンナさんです、どうぞ。はい、まあ選んだんですけど、初日はぶっちゃけ分かんないので、ちょっとラッキーと思って票は並べます。新一さんに入れます。はい、以上です。はい、新一さんに3票目が入ります。次はアツヒさんです、どうぞ。あと4票ですね。僕はアッジーさんは白く見えるけど分からない。新一さんは早くして早くしてって言ってました。ヨシヤさんをこの中ではなんとなく疑っています。ヨシヤさんに入れます。はい、ヨシヤさんに4票目が入ります。次はニセノコさんです、どうぞ。特別疑ってるところはまだ、うん、特にないので、新一さんに1票入れます。はい、新一さんに4票目が入ります。次は DD さんです、どうぞ。まあ、誰も精一杯の厚志さんの美声に突っ込まないので僕が代わりに突っ込んどきます。そうっすね。まあ正直どっちでもいいっすね。僕は新一さんと吉谷さんも長生きしたし、どっちかでいいかなという感じで、じゃあ新一さん。はい、新一さんに5票目が入ります。次はコンコンさんです、どうぞ。厚志さんが3票。あ、じゃあ、ヨシヤさんですね。投票はヨシヤさんに入れます。俺はアッチーさん、新一さんで行きたかったけどな。山さんが言う、その色が見えるっていうのもあるし、新一さんも、俺はちょっと色見たかった。時間です。投票の結果、新一さん5票、アッチーさん3票、ヨシヤさん5票となりますので、新一さんとヨシヤさんの決選投票となります。それでは、新一さんから弁論タイムお願いします。どうぞ。はい、僕は普通に村なんですけど、まあまあ、特に何だろうな、言うこともあれなんですけど、なんか僕のところに入れてる人5名の方かな、ちょっと僕の中ですごい怪しいなっていうのがあって、連続投票とかもあるんで、その5人すごい怪しいって僕は見てます。以上です。はい、次は吉谷さんお願いします、どうぞ。はい、いや結構わからないですね。僕この中に一郎いなかった場合、そのグレーの中に狼三郎いるとなると、やっぱりどうしてもやっぱちょっと発言がなかったキャナさんとかジェジェさんとか。時間です。それでは決選投票となります。新一さんが1番、吉谷さんが2番、新一さんが1番、吉谷さんが2番となります。一斉のでお願いします。一斉ので、1が4票、2が1、2、3、4、5、6、7票ですので、2番の吉谷さんが釣られます。遺言タイムお願いします。どうぞ。はい、ちょっとさっきの続きなんですけど、キャナさん、JJ さん、ニセノコさんあたりに、一郎いるのかな、もしこの、アッジーさんかシンさんがいなかっ
ところになかった場合って感じですね。あとはちょっとやっぱコンコンさんと S さんの動きは結構気になりますので、はい、村上さん頑張ってください。よろしくお願いします。おはようございます。すみません、ちょっと不慣れで遅くなってすみません。おはようございます、はい、ます皆さん来てますかね。はい、はい、朝が来ました。昨晩の犠牲者は S字さんです。以後幽霊となって、天国部屋でお待ちください。ここからブレイクアウトルームを含めて作ります。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行きます。6分お願いします。ありがとうございます。はい、共有がしましたね。はい、じゃあ占い、占い結果からいきましょうか。はい、いきますよ。せーの、アッチーさん白。アッチーさん白。よっしゃー、ナイス、よかった。来てくれると思った、白角作れた。でもね、まあ、黒じゃったのかじゃなかったのは残念だけど、まあ、占った理由は、昨日山さん言ってた通り、アッチーさん占って色見たら結構情報出るかなとは思ったんですよね。ただ、まあ、あとはもう本当白か黒かってもうやっぱ分かんないので、もう序盤に占っちゃえと思って占いましたね。でも白でめっちゃ安心してます。白角です。僕は、まあ、新一さんかアッチーさん占おうと思ってました。で、まあ、今までのこと言ったらあれなんですけど、ずっと太鼓をやってて黒だったら怖いなと思ったので、アッチーさん占って白だったので安心してます。俺 S 字さん占うかめっちゃ悩んでて、直前までめっちゃ危なかったわ。そして時は動き出す。誰で？ JJ さん釣るか。怖いよ。そうですね。JJ さん。こうなっちゃうと JJ さん。ジョセフ。ちゃったな。JJ さん。ごめんなさい。昨日の決戦で新一さんに入れてた人だけちょっと確認したいんですけど、新一さん5人いるんですよ。新一さんに入れました。はい。コンコンさん、カンナさん、JJ さん、ニセノコさん。え、これ今何聞いてるんですか？あと昨日の決戦で新一さんに入れてた人です。入れた人は、ジェイさん、ヨシヤさん、カンナさん、伊勢の子さん、DD さんかな。じゃあ今回は俺入れてます、新一さんに。決戦だ。入れて、決戦わかんないですけど。あ、オッケーオッケー。まああんまりちょっと時間、議論時間使っちゃうのもあれ。その前にちょっと一言だけ言わせていただきたいことがあるんですけど。はい、じゃあ早めに。早めにお願いします。あの、黒でした。おお、吉田さん、吉田さん、素晴らしい。太鼓いますか？太鼓いますか？はい、いや、いるんか。いる。あ、来た。やば。僕あんま出たくなかったんですけどね。おっと、そう来る。DD さんは、DD さんは結果は白です。そう来ちゃう。結果は何でした？ DD さん。いやいや、てか普通に今もう JJ さん怪しすぎでしょこれ。JJ さんは怪しいです。引きずり出されたとしか思えない。でちなみに僕今出たのは浅井さんが初日ずられしてるのと一緒で。僕めちゃくちゃ2日目に構えるんですよ。なのでまあ前は明日ぐらいのタイミングで出てたんですけど、もう JJ さんむちゃくちゃ怪しいし、あのもうここで出とこうと思って出ました。まあ僕正直もうどっちからでもいいですよ。一応確認ですけど、まあ DD さんは吉田さん白でいいんですよね。はい。はい。じゃあ JJ さんから行って、人外が一人外釣れるってことですね。ただその JJ さんマジ真だったら対抗 DD さんなので、マジで本気で。でも JJ さんは吉田さんに対して黒出しだから、絶対一陣が釣れるんで。必要ないですよね。語るとかだったら。まあ、まあ、私多分あの噛まれそうなんで考察落としときますね。ちょっとだけ。はい、そうですね。あの、そうですね。昨日言った通りキャナさんはあの狼の時に分かんないけどアッチーさんに入れますっていう傾向がちょっと見えるので、今疑ってるのはキャナさんと、あと吉谷さん昨日も私上げてるので、吉谷さん黒だと思ってて、思ってたけど DD さん出てきたからどうかな。そうですね、俺も吉谷さん昨日殺し行ったな。ちなみに僕霊媒ってほぼほぼ昨日から言ってますけどね。なんか役職言ってましたよ。そうだ、言ってた。だから、結局、JJ さんが怪しまれて、かき乱しに出てきて、引きずり出されてるっていうだけなんですけど、うん、まあ、僕は別に明確に役職言ったわけじゃないけど、うん、僕は昨日から言ってます。そっか。で、僕はなるべく二郎を見つけるスタンスでやってたんで。前回の、 あの失敗を踏まえて、今回は黒が出た時点で情報を出そうと思ってすぐに出てきました。
まあぶっちゃけあんまり狼入りがあんまりその昨日の白に黒を出すっていうのがよくわかんないんですけど、うん、まあ DJ さんだからもうただただ引きずり出されたと思っているので出ました。裏にしか利益がないよ。でもこれ多分やば、やば生き物としてやばいんだよ。だって時間一回止まるんだからそれはちょっとね。あと何分ですか。合わせていかないといけないかなと思ったんですけど。責任感なんですけど。いやでも俺待って、俺 J さん人狼目のが高いと思うな。人狼目のが高いと思う。俺 J さんが強人だと思ってて、で強人だとしたら、これで強人だとしたらリスクあるんですよね。本当にあの吉田さん分かんないじゃないですか。強人だとしたら吉田さんがどうかって J さん目線って JJ さんだ。ちょっとややこしいけど、だから俺は JJJ ライン黒だと思ってます。どっちもですけど。オオカミはやっぱ霊媒の JJ さん、オオカミあると思った。じゃあ JJ さんから行くべきじゃない？ JJ さん釣りたいです、僕。じゃあ霊媒師から今日は決めていくから、まあ、アッチーさんが決めてもらえれば、あの多分 DD さんが黒って言ってオオカミがどんどん、あと10秒ぐらいだからアッチーさんが、アッチーさん決めてほしい、うん、JJ さんかな。さっき決め打つかどうかちょっと明日わかんないですけど、あのローラーするかどうかはちょっと明日考えたい。まあまあそうですね。最白市カンナさん、昨日私をあげたけど決戦議論時間終了でーす。吉田さん、ごめんなさい、僕 GM やっちゃって大丈夫でしょうか。あ、すみません、お願いします。はい、了解でございます。どうしましたら、はい、昨日釣られたのは吉田さんでございますので、吉田さん次山さんからでございます。今日まで投票時間は20秒でいきたいと思います。はい、そうしましたら山さんから投票お願いします。スタート。まあ他に怪しい、明確に怪しいところがあればそこ行くんだけど、現状まだわからない状態なので、一応 JJ さんが本物の霊媒だとしても一郎は連れてることになるので、そういう意味では新霊媒かもしれないんですが、 JJ さんに入れさせていただきます。すみません。JJ さんに1票目が入りました。続きまして、JJ さん20秒で投票をお願いいたします。スタート。はい、まあ、僕が怪しいかどうかは、多分皆さんの、思った通りのところなんでしょうけど、あくまでそこを上塗りしようとしてきたところで、僕は DD さんと淳さんに色だと思っています。で、できれば信用してほしいです。投票先は誰にしますか？はい、で、投票先は僕は DD さん行った。はい、ちょっと淳さんは巨人の可能性があるので、DD さんに1票目が入りました、続きまして吉田さんを祭られましたね。山さんです。神田さんお願いいたします。はい、投票は JJ さんに入れます。コンコンさんがさっき言ってたんですけど、釣られた吉田さんに黒出しをしてるので、まあ、JJ さんから言ったら、まあ、確実に一陣外は釣れるのかなって思いますので、はい、JJ さんに入れます。以上です。はい、JJ さんに2票目が入りました。続きまして、淳さんお願いいたします。はい、投票は JJ さんに入れます。JJ さんは僕と DD さんが二郎だと思ってるって言ってました。だと狂人はどこにいるんですか、何してるんですかって話になります。その線はかなり薄いと思っていただきたいです。以上です。誰に投票しますか？あ、JJ さん。はい、はい。JJ さんに3票目が入りました。はい、続きまして、ニセノコさん20秒でお願いいたします。投票は JJ さんに入れます。はい。あ、以上です。はい、JJ さんに4票目が入りました。続きまして、DD さんお願いいたします。20秒です。はい、JJ さんに入れます。まあ、特にもう序盤の流れが決まっただけかなと思っているので、特に言うことはないです。以上。はい。DD さんに5票目が入ります。はい、続きまして、コンコンさんお願いいたします。はい、もうこれはしょうがなく JJ さんに入れます。俺は、JJ さんが強人で見てます。自分から釣られに行ってるような感じで見てるんで、まあ、淳さん、J さんの中だったよね。で、ローがいるかな。DD さんのローはないんじゃないかな。はい、ありがとうございます。はい、はい、JJ さんに6票、JJ さんじゃない、JJ さんに6票目が入ります。はい、続きまして、キャナさんお願いいたします。はい。
もう決まってるので JJ さんに入れます。なんかさ初日アッチーさんちょっと怪しいなって思っちゃったんですけど白角なのでもうなんか分かんなくなっちゃった。霊媒もどっちが進化分かってないです。投票は誰に入れますか？あ、JJ さんです。はい、JJ さんに7票目が入ります。はい、続きまして、新地さんお願いいたします。はい、僕も村の意見を参考にして、JJ さんに入れます。特にコメントはないです。以上です。はい、新地さんありがとうございます。はい、続きまして、じゃあ、ごめんなさい。これで8票目ですかね、JJ さん。8票目が入ります。はい、続きまして、じゃあ、アッチーさんお願いいたします。なんか、この票の偏りから、JJ さん、芯あるかもしれないと思っていますけれども、まあ、決まってるので、JJ さんでいいんですけど、投票は。占い芯は、アツシさんだと思ってます。今日噛まれるかもしれませんけど。で、疑ってるところ、キャナさん、コンコンさんに一郎いると思います。投票先は、あ、JJ さんで。JJ さんで。はい。JJ さんに9票目が入ります。はい。続きまして、J さん、お願いします。はい。投票は JJ さんにしますが、コマッチーさんと同じく、なんでこんなに、JJ さんが、偽に見られてるのかなっていうのがちょっと分からなくなってます。DD さんも、偽が。あるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、アツシさん、まあ、多分霊媒強靭かなと思ってる。はい、投票先お願いします。あ、JJ さんです。はい、じゃあ JJ さんに空前絶後の10票目が入りましたので、JJ さん10票、DD さん1票ということで、本日処刑となるのは、ジョセフ・ジョースタさんでございます。じゃあ、遺言の方を20秒お願いいたします。ここまでパーフェクトに村の総意で追い出されるというのであれば、私この村に未練がないっていうところがあるんですけれども、僕は基本的に黒が見えなかった時には前回のように潜伏してます。あと霊媒を2回も引いたのはおそらくこの T シャツのハーミットパープルのせいだと思いますので、この T シャツは友達のグラムっていうブランドの方で、はい、ということで終了となりますので、以降、グラムジョータさんは死者となりますので処刑ということで、カメラをオフに、天国では、ハーミットパープル使ってやるで問題ございませんので、天国ルームの方へぜひお願いいたします。残念ながら、ジョセフ・ジョースタさんを釣っても、この村にはまだ怖い夜がやってまいります。はい、それでは皆様おやすみなさいませ。オオカミの皆さん。どうしましょう。はい、めっちゃ悩んでるんですけど、どうしましょう。DD さん、標準ってことは分かったんで。それは分かりました。なんで、DD さん残しときたいと思ってて、はい、で、まあ、占い行くか、アッチーさん行くかなんですけど、ジェイさんちなみにどこ行きたいとかありますか？いやー、どうしようかな、なんかアッチーさんかなとも思うけど、アッチーさんをかもうかなとも思うけど、でもアッチーさん、守られそうな気がする、ね、そう、守られそうなんですよ。アッチーさん行きます？でも、アツシさん行ったら、僕ね、あ、でも僕出されそうなんだよな、黒出されそうだから。確かに。アツシさん行きます？アツシさん行きます。まあでも今、なんか JJ さんが今、あんまり新芽取れてない。新芽取れてない。うん、取れてないんですよ。残っても、まあ、狼だよねって言って、次釣られちゃう。そうそうそう。残しといてもいいと思ってるんですよね。まあ、最悪、JJ さん、あ、J さんが僕を白出ししてもいいかな。ああ、なるほど。はいはいはい、はい。っていう流れを持っていくのもありかなって思って。じゃあ、まあ、アツシさんに行きますか。アツシさん行きますか。はい、アツシさん、守られそう。アツシさんに行きます。はい、じゃあ、どうぞ。ということで、ということで、J さんはやっぱり推しのアツシさんは神に行けなかったと。ということで、はい。全く違うとこ行ってもいいと思うんだよ。全く違うとこ？あ、じゃあ、決めます。お願いします。じゃあ、山さん行きます。あ、はい、かしこまりました。はい、じゃあ、新一さんに白出します。あ、わかりました。お願いします。はい、新一さん、最後に、間違ってもいいよって言葉をお願いします。
JJ さん間違ってもいいよ。めっちゃ難しい。ありがとうございます。はい、守り先は、アッチーさんを守ります。アッチーさん、かしこまりました。お願いします。頑張ってください。お疲れ様です。じゃあ次の部屋に行かせていただきます。カニ、カニ。カニ、カニ、カニ。はい。エスイさん、僕は。来たよ、ギャルジが。俺ね俺、ここで当てたい、エスイさん。ね、GM すっげー楽しい。楽しいんだ、神様。あそこ全部分かってたもんね、もうね。俺、はい、キャナちゃんを、アジさんを信じてキャナちゃんを占います。なるほど、かしこまりました。はい、アジさんの占い先、キャナちゃん。ね、結果は、白でーす。最悪や、もうマジで。最悪は分かりました。うわ、マジか。はい、はい、皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。朝起きますと、そこには、バンクシーの壁に塗りつけられた山さんの死体が待っておりました。山さん、死体となって喋ることはできません。そうしましたら、本日は5分間の議論時間となります。はい、まだ狼が潜んでいるようです。はい、そんな議論スタート。占い結果からいきましょうか。はい。いきますよ。せーの、キャナちゃん白です。新一さん白。キャナちゃん白でした。新一さん白です。ごめんなさい、占った理由はもうアッジーさんの直感に任せてみようと思って、一番信頼できる人だからで、だから俺目線もカンナ、アッジ、キャナはもう白角ですね、でこれあ、まあいいや、霊媒結果を待ちます。あ、待って、はい、あ、いいですよ、ジェイさん占い理由、理由ですね、はい、私もキャナさんを占おうと思ってたん、どっち新一さんかキャナさんどっちかにしようかなと思ってたんですけど、初日、上がってた、アッジーさんと新一さんで、昨日アッジーさんを占ってるので新一さんを占って白だったっていう感じですね。はい、リリさん結果はどうでしたか。昨日すいません、ちょっと夜ずっと一人で笑ってたんですけど、はい、あの JJ さんがあの確定したのは人狼ではなくて気違いでしたね。あ、え、あ、黒黒黒、あ、マジ黒なんだ。なのであんだけはしゃいで出てきて暴れて人狼として死んでいって、もうあのただ僕から見たらあの完全なる気違いでした。気違いだったのか。で、なのでまあ僕は全然今日釣られるのは別に、じゃあ絶対人狼はいないんだ、どっちが死んだ。まあ絶対に1は絶対ないですね。2浪です、だから残り。うん、そっか、そういうことか。めちゃくちゃ DD さん信じたいけどしょうがないのかな、ローラーなのかな。まあじゃあ結局占いは強靭なのかな。DD さん目線で怪しいところはどこなんですか、教えてほしい。え、なんですか。あ、DD さん目線で怪しい人というか、怪しい人っていうか、今とりあえず僕目線からすれば、まあ僕は JJ さん、さっきコンコンさんが言った説の、まあ、強人だとベースは思ってたんですけど、ただ暴れて死んでいった狼だったんで、占いよりはグレーの方にいる可能性が高いと思ってるので、うん、ただ占いの真偽は全員白出てるんで僕わかんないです、今現状は。ですよね。で、アッジーさんが白隠してて、片白がカンナちゃん、しんいちさん、キャナちゃんなので、完全グレーは JJ さんとコンコンさんかな。JJ さん、あ、JJ さんじゃない、偽の子ちゃん。と偽の子ちゃんか。だからその3人がカングレで、僕占いです。あ、そうかそうか。あれ、あ、誰だ。偽の子ちゃん、コンコンさん、あとだけじゃないですか。だけか。僕目線だとこのままローラーをやるんだとしたら、新一、コンコン、偽の子、この中に2浪いますね。J さんは強人です。あの DD さんを信じた場合、ただ偽だった場合はわからないです。J さんが黒馬ある。奥目線の話をすると、
今日は安定で DD さん行きたいなっていうところですね。正直わかんないと思ってるので、でしかも昨日あれだけ JJ さんに入ったっていうことが、うん、なんでだろうっていうところもあるので、正直今日は。いや、あれは別にそこ疑問に思うんだって。うん、俺もそう思いますよ、そう思います。アンチさんは白幕だけど。だってあれって5割の場面じゃないですよ。あれ、LINE 機に行くんですよ、もう、あれは。うん、普通だったら。俺、まあ、自分で言うのもあれですけど、俺は DD さん、シーンに見てるから、俺とニセノコちゃんのローラーっていうか、どっちかでいい気はしちゃうけどな。まあ、DD さん行ってもいいけど、全然。いや、俺も DD さん、シーンにめちゃくちゃ見えるんだよ。安定シーン。めちゃくちゃ見えるんだけど、ただ、そう、怖いっちゃ怖い、DD さんは。まあね。ただめちゃくちゃ死んだと思ってるけどね。97% ぐらい死んだと思ってる。なんせコンコンさんとニセノコさんのローラーでしたっけ、コンコンさんが。そう。が、完全に占われてない盤面だから、俺はそっちにローがいる可能性の方が高いんじゃないかな。ローラーをします。とだけ言っときます。そうですね。僕はアッチーさんに従います。に従ってれば行こうか。いや、隠し色に従った方がいい。ただ俺そろそろもうさすがに見つけられるな、これ。まあ僕一応2匹見つけるっていうか、まあ結果出してないですけど。はい、終了でございます。議論終了でございます。はい、昨日、ジョセフ・ジョースタさんが、処刑となりましたので、その次の方、JJ と菅野さんから、投票と参りたいと思います。今日から3日目なので30秒で弁明を行いたいと思います。ちなみに、ごめんなさい、弁明じゃないですか。ごめんなさい。投票ですね。まだ、一斉投票じゃないです。選択投票になります。はい、じゃあ、神奈さん、お願いいたします。30秒です。はい、意見として、隠しろなっちーさんの意見に従おうと思うので、票は DD さんに申し訳ございませんが、入れます。だいぶ新目に見てます。で、今、グレーで、コンコンさんとニセノコさんが、上がってて、でコンコンさんは結構発言から白っぽく見てるので、なんか自分目線だとニセノコさん黒いのかなっていうふうに今は思っております。なのでそこを占ってほしいなと思ってます。以上です。はい、投票時間終了でございます。阪神タイガース DD さんに1票目が入りました。続きまして厚さん、投票お願いいたします。はい、投票は DD さん入れます。まあ JJ さんが真の可能性もなくゼロではない。でもしもまあ黒って言ってくれましたけどね、 DD さんは。で DD さんが強人だった場合は、まあ黒って言って、僕目線は J さんが黒になります。でおそらく明日らへん見つからなかったらマジで俺ポンコツですけど、J さんと俺どっちかが噛まれとしたら必ず俺から噛まれます、おそらくね。騎士いたら僕を守ってほしいです。本当にマジでガチシーンです。今日は絶対勝ちたい。以上です。はい、投票時間終了でございます。阪神タイガース2連敗目の、DD さんに2票目が入りました。続きましてニセノコさん、投票お願いいたします。はい、投票はアッチーさんにの意見に従って DD さんに入れます。とアツシさんを新目には見ているので、新一さんとコンコンさんの中に狼はいるのかなと思ってます。以上です。はい、そうしました。投票3票目、開幕まさかの3連敗、阪神タイガース DD さんに3票目が入りました。DD さんお願いいたします。そんな負けねえし。あ、ごめんなさい、ちょっともう一回戻しますね。DD さん、DD さん、今 DD が投票時間、はい、DD さん、俺 DD さん喋る時間です。はい、あ、ごめんなさい、忘れてた。まあ、さっきちょっと時間足りなくて言えなかったのは特になくて、まあ、僕は、まあ、とりあえず2浪の結果は出せてないけど、2浪1を、まあ、だいぶ狭めれたっていう意味では、まあ、仕事の7割は、まあ、終えられたかなと思うので、全然別に僕に入れてもらう分には問題ないです。まあ別にどこに入れる要因もないんですけど、じゃあ適当に新一さんに入れときます。はい、新一さんに1票目が入りました。ライオンズ死ねばいいのに、はい、続きまして、時間となります。はい、一応じゃあ DD さんに入れます。もうちょっと投票遅かったら、ニセノコさんに意見票として入れてもよかったけど、まあ、まだ
この順番だと DD さんでいいんじゃないかな。で、別に背中さんも黒くは見てないけど、確率的には、まあ、俺と、ニセノコさんにローみんな目線はローがいる線を追った方がいいんじゃない。で、俺は市民なんで、はい、かしこまりました。そうしましたら、DD さんに4票目ですかね、入りました。はい、続きまして、初戦開幕戦勝った上野とライオンから30秒お願いいたします。ん、キャナちゃんじゃないですか。キャナさんだ。あ、失礼しました。ちょっと恨みが、はやの、ごはん、ここについて。酔っ払ってんな。酔っ払ってんな。はい、ということで、ごめんなさい、失礼いたしました。DD さんに4票目が入って、新地さん1票目でございます。うん、はい、続きまして、ちーちゃんが応援するスワローズに勝った、名古屋に住んでるち、あの、キャナちゃんから投票お願いいたします。はい。これって、DD さんに入れてもいいのかな。でも白角のアッチさんの意見に乗るのでリリーさんに入れます。私はちょっとコンコンさんを2番目に疑ってます。以上です。はい、中日から阪神タイガースへの、B クラスへの、引導を渡す5票目が入りました。はい、続きまして、すいません失礼いたしました、ライオンズの、審査をお願いいたします。はい、ライオンズ勝ちました。ですね、まあ僕もちょっとニセノコさん、コンコンさん、ローラーでいいかなと思ったんですけど、まあ、今回ちょっと村の意見を参考にして DD さんに入れます。以上です。はい、ありがとうございます。はい、DD さんに6票目が入りました。続きまして、アッジさんお願いいたします。はい、投票は DD さんにします。若干シーンだと思うけど、やっぱりちょっとね、強靭だったら怖いので。で、考察はアツシ君シーンだと思ってたんですけど、疑ってたキャナさん白だったんでかっこいいかなと思ったけど、でもやっぱりヤマさん昨日噛まれてるので脅迫髪かなとも思い直し。で、一番疑ってるのはコンコンさん、最初ローでずっと思ってるのはカンナさんです。以上です。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、こちら投票最後ですね。ジェイさんお願いいたします。はい、議論の時から言ったんですけど、DD さんに行きます。なんか、まあ、淳さんは弁が立つので、僕の方が指名取れてないですけど、山さん噛まれてるんですよ。僕の初日の白崎です。で、今疑ってんのは、やっぱり偽の子さん、コンコンさん。で、まあ、キャナさんも、もしかしたら囲ったのかなと思ってちょっと気になってます。以上です。ございます。ということで、8票目が、DD さんに入りました。ということで、開幕第2節、泥沼8連敗ということで DD さんが処刑となりますので、DD さん、遺言の方をお願いいたします。はい、さっきも言ったんですけど、キャナちゃん、キャナちゃん、新一さん、カンナちゃんの3人のうちの一郎だと思っていて、コンコンさんと、あれもう一人だっけ、ニセノコちゃん。ニセノコちゃんに一郎っていう目線で見てます。以上、頑張ってください。ということで、以降 DD さんは、残念ながら、天国ルームへ移動となります。はい、ということで DD さんを、処刑しましたが、恐ろしい夜はやってきます。やっぱアッチーさん鋭いですね。でもアッチーさんは味方になりそうなんで、私でいいと思います。はい、で、あとはどうだろうな、同じ意見の人もそうなんですけど、まあ、どこ噛むかっすよね、とりあえず。噛むところは、そうですね。アッチーさんは残しとりあえず残しときたいんで。はい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 、最悪アッチーさん行ってもいいですけどね。ああ、どうだろうな、難しいか。まあ、残しといてもいい。はあ、うん、どうしようか。じゃあ神田さん行きますか。じゃあ それでもいいかもしれないですね。うん、淳さん行ったら絶対明日僕釣られますよね。じゃあ神田さん、神田さん行きます。じゃあ神田さんで。はい、神田さん襲撃ですね。困りました。おめでとうございます。はい、おはようございます。なんかもう黒出たらかわいそうってか、もう困ってるけど、もう味方だったら嬉しいということで、偽の子ちゃん占います。偽の子ちゃん、もう白出てほしい。むしろ偽の子ちゃんの結果はどうですか。白です。白？お、白。あ、よかった。いや、よくねえのか。でもよかった。
あれば一個確認して。同じ事例だ、はい。あの視聴者さんから、はい、あのこの野球例えが、はい、あのうまいって言われてないかだけがちょっと GM 心配してます。あ、全然言われてないです。むしろもう面白いって感じになってますね。ノリノリだね、SG って感じで。ありがとうございます。はい、いや、全然いいですよ。皆様、よく眠れましたでしょうか。はい。眠れません。全然眠れません。ただいま、元気にご挨拶いただいた神奈さんが残念ながら、なっておりました。ということで、人狼がまだ潜んでいるようです。4分間議論をお願いいたします。はい、いいですか？はい。いきます。せーの。偽の子ちゃん。あー、なるほどね。すいません。で見つけられませんでした。いやー、俺もびっくりした。あー、やっぱ。申し訳ないです。さん誰俺、偽の子、偽の子ちゃん白です。コンコンさん白です。はい。やばいな、これ。コンコンさんと偽の子さん、どっち占おうかなと思って。でコンコンさんいや俺もびっくりした俺偽の子ちゃんを申し訳ないです俺偽の子ってねごめん本当申し訳ない村のみんなただ偽の子ちゃんで黒出るのは本当に嫌だったから怖くて占えなかったんだけどもう逆に味方だったらいいなと思って白って出たから今めっちゃテンション上がってるんで絶対勝ちに行きたいですただアッジさんキャナちゃんをあの白って言ったから囲ってるのかなっていうのを線だけはやめてほしい本当に白いもんは白だったからしょうがないですよ俺黒って言いたかったよマジでアッジさんを取り囲むんだったら俺は黒って言いたいですよキャナちゃんマジ白なんですよでそうなると、ねはい、なんか昨日アツシさんが自分でまあこれ言ってどうかわかんないですけどアツシさんが自分、はい、噛まれるって言ったじゃないですか、はい、だけど今日噛まれてないんですよ、ね、はい嬉しいですありがとうございます噛みたくなかったんでしょうね怖くてだから僕もう新一さんとコンコンの二郎で終わりですあいいですかいいか、はい、だから、今もう対抗がはっきりしてて、はい俺と新一さん行くのか、キャナさんに瀬の子さん行くのかっていう話ですよねそうですねそうですそうですうん、とはいあ占い理由はもう聞いたんでいいんですけど、はい、私ねちょっとねここまでね噛まれてないのってね多分ミスリードしてるからだと思っててそうなると私アスシ君のことをずっと死んだって言ってるから噛まれてないのかなってちょっと思うようになってきてますそれあるええ俺が偽って言いたいですか、うんその線も追わないといけないかなってあまずいなちょっと待ってアッジーさんアッジーさんが間違えたらもう、マジで負けなんですよ、はい、とりあえずアッジーさんの意見聞きたいそのままお願いしますアッジーさんの意見よりアッジーさんじゃない人の意見を話してアッジーさんがまとめた方がいいって言ったそうですねで昨日の場面でも結構はっきりしてて俺と西野子さんの中にイチローっていうみんなの目線は、俺の目線今正しくなった感じなんで前回、俺がもし人狼だったら自分と偽の子さんから行こうなんて絶対言わないですよね。絶対 DT さんから行ってほしいっていうはず。ちょっといいですか、偽の子ちゃん、キャナちゃんはどう思ってますか？確かに話したんです。僕を信じてるんだったら投票を絶対に合わせてほしいです。私も淳さんと全く同じ目線です。いや、俺マジで。本当に黒出てくれると思ってキャナちゃんも偽の子ちゃんも占ってマジで白だってびっくりしてるんですよだからアッジーさんに白って出たからって疑われてる俺アッジーさんを信じて占ったのにそれだけの理由ではマジでお願いしますで多分アッジーさんが昨日アッジーさん偽目で見始めたって言ったから俺今日噛まれなかったと思ってます人狼はもう分かってます昨日は言ってないですよ昨日は言ってないですよ言ってますいや昨日言った昨日は言ってないいや覚えてる人いない昨日 100% 言ってたよアッジーあの何で言ってたよねアッジーさんが、うん、アッジーさんをキャナちゃんを占って白って囲ったのかなって言いました、うん、100% 囲ったと思ったけど、はい、昨日山さん噛まれてるから漂白が見て、うん、やっぱりやめましたっていう、うん、あそういうことですねじゃあごめんなさい、うんで話した方がいいんじゃないですか、うん、ちょっとマジで偽の子ちゃんとキャナちゃんはマジで間違いないでほしいでアッチーさんは間違いないでしょ本当にマジで勝ちたいそう偽の子ちゃん絶対勝ちたいグレー話さなきゃいけないのにこんなにアツシさん言ってんのおかしくないです話してください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 、うん、話してくださいはいだった私目線も完全に今アツシさん真のキャナさん村あ違うよグレーじゃんアッチーさんが決めなきゃいけないんだこれ俺偽の子さんに入れます私も偽の子さんに入れますまあマジかマジアッチーさん負けるアッチーさん負けるからいやマジか、はい
コンコに合わせてください。コンコに合わせてください、みんな。はい、ごめんなさい、アセフさん。はい、すみません。終了でございます。はい、そうしましたら、投票時間となります。本日も30秒でいきたいと思います。昨日、DD さんが、処刑となりましたので、コンコンさんからお願いいたします。30秒。あ、よかった。1問目。お願いします。はい、西岡さんに入れます。理由はさっき言った通りです。まあ、今日、この時は結構、あんまり白くなれなかったけど、なんだろうな、まあ、発言で、まあ、偽の子さんと絶対に対抗ではあるんで、まあ、偽の子さんと、誰だっけ、キャナさんかが絶対に順応です。お願いします。はい。じゃあ、ほろ酔いレアモンスター、偽の子さんに1票が入りました。はい、続きまして、キャナさん投票お願いいたします。はい。あの初日にアッチーさんがすごい私のことを疑ってたんで、なんか2日目に絶対に私占われるなって思ったんですけど、ジェイさんが新一さんにそこで白を出してて、で今新一さんとコンコンさんが私も狼だと思ってるので、コンコンさんに入れます。で終わりだと思います。以上です。かしこまりました。はい、コンコンさんに1票目が入りました。はい、続きまして、しんじさん投票お願いいたします。はい、僕は、コンコンさんとアッチーさんの意見に参加して、ニセノコさんに入れます。以上です。はい、本当に腹が立つライオンズからニセノコさんに2票目が入りました。はい、続きまして、アッチーさん投票お願いいたします。囲った白結果囲ったから疑ってるというわけではなくて、私が多分アツシ君を信用金してるから買われてないんじゃないかなとここまで来たら思ってて、でコンコンさんがすごい白い位置に上がってきました。なので最初の直感通りキャナさん偽の子さんの線をちょっと追ってます。すいません、偽の子さんに入れさせていただきます。はい、ニセノコさんに3票目が入りました。はい、続きまして、ジェイさん投票お願いいたします。はい、投票はニセノコさんにします。ごめんなさい、やっぱりキャナさんも上がってここは来るんですけど、こうなってくると、アツシさんも人狼あると思いませんか？今まで、まあ、アツシさんがなんかパッション出してきましたけど、グレーが喋るべきところを、あんだけアツシさんがすごい喋ったのはおかしいなって、思ってほしいです。はい、以上です。投票はニセノコさんです。ニセノコさん4票目で合ってるかな。J さんから4票目が入りました。続きまして、アツシさんお願いいたします。グレイが喋るところを喋らしたかったけど、喋らなかったから時間がもったいなくてやばいと思って喋りました。アッジーさんが騙されてるからまずいんです。アッジーさん負け負けますよこれ。ニセノコちゃんを釣っちゃったら村なんで、で明日誰か噛まれますね。キャナちゃんか誰か、もう負け確になるのかな。もうこれ3人がいるからもう。まだ終わんないか。でも、もう負け確ですね。PP です。アッジーさん。PP です。負けます。投票先は誰に入れますか？はい、コンコンに入れます。はい、コンコン。アッジーさん負けです。コンコンさんに、2票目が入ります。はい、続きまして、ニセノコさん投票お願いいたします。はい、投票はコンコンさんに入れます。すみません、ちょっと私が喋れなかったのが本当にまずかったと思ってます。はい、ごめんなさい。あ、もうどんどん行きましょう。もう大丈夫ですか？はい、大丈夫です。コンコンさんに3票が入りました。そうということで投票は、4票がニセノコさん、3票がコンコンさんということで、奄美の精霊ニセノコさんが、処刑というふうになります。ニセノコさん30秒で遺言をお願いいたします。ちょっと本当にアピールが足りなかったと思います。はい、大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です。はい、ということで、店の子さんは以降、文字通り精霊となりまして、喋ることができないのは、店の子さんが追放されましたが、引き続き、残念ながら恐ろしい夜はやってきます。いや、これはごめん、ちょっと納得いかんわ。
納得いかん。占い先も別に悪くないし、グレー喋れって言っても喋んなかったらアッジーさんがなんか知んないけど自分が来てるって理由だけで俺を二世に考え始めたから、それ焦るでしょ、それ喋るでしょ。いやマジか、もう最悪やわ。見つけなすぎたのかな。 PP だ、うわ PP される、最悪やわマジで。もう最悪、早く来ねえかな夜朝。あー二世の子ちゃんにまた負けさせちまうのか俺は。お待たせいたしました。暗っ暗っ、最悪ですわマジで。もうなんで、もうアッジーさんも、まあ、コンコン占います。コンコンさんですか。はいはい、コンコンさんの結果は白です。え、マジっすか、ジェイさん人狼。え、はい、コンコンさんの結果は白でございます。いや待って、嬉しい逆に。はい、ということで、はい、頑張ってください。え？はい。あざます。希望の光が見えてきた。え？コンコン白？は？え？嘘やん。嘘やん。なにこれ？やべえ、急にめっちゃ面白くなってきた。ちょっとテンション上がってきた。え、まだあんじゃん。え、まだいけんじゃん。まだいけんじゃねえか。諦めんな、諦めんな、諦めんな。うわー、ピッピーかと思った。うわー、勝てる、勝てる。まだ勝てる。おはようございます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 。皆さん、起きてらっしゃいますかね。起きてますね。あれ？大丈夫ですね。山さんがちょっと今、部屋戻ってきませんが。皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。朝になりました。本日残念ながらアッジーさんの死体が転がっておりました。次人狼はおります。はい、で本日から一斉投票になります。はい、ということで、議論時間は3分になります。はい、ということでよろしくお願いします。スタート。キャナさん、はい、あそこアッチーさん噛んじゃダメなんすよ。え、ちょっと待って、コンコンさあ、じゃなくて、いや、うん、もうこれ決定してるから、普通に、陣営が俺とジェイさんとシンさんの陣営で、アツシさんとキャナさんの陣営だから、もうこれは勝ち確なんすよ。いや違う、コン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 違うんだよ、びっくりしてんだよ。え、ちなみに占い先聞いてもいいですか。あ、はい、もうごめん超びっくりしてます。いいですよ、せーのでいきますよ、せーの、コンコン、アツシさん黒、コンコンが白なの。アツシさん黒です。ちょっと待って、ちょっと待って、コンコンが白だった、キャナちゃん。アツシさん、アツシさん、ごめん、だからコンコンが教授じゃなかったら PP じゃないの。コンコンが潜伏教授じゃなかったら、キャナさんとアツシさんどっちにしようかなと思って、びっくりしてて、でごめん、ジェイさんとシンイチさんが二郎なんだ。いやいや違います、アツシさん、コンコン、いやだからマジどういうこと。コンコンはごめん、教授だったらもう言って PP だから。教授じゃないです。マジか、コンコン勝てる、コンコン勝てる、ごめん。俺コンコン、この目線って出てるの、俺ジェイさん狂人の、違う違う違う、もうごめん、コンコンごめん、マジ申し訳ない。そもそもその狂人だけど追ってるっていうのが変じゃないですか。だっておかしいじゃん、だって人狼人狼で霊媒に出てくると思わなかったもん。人狼が2人霊媒と占いに出ると思わないじゃん普通に考えて。だからジェイさん人狼で、シンさん人狼で、コンコンごめん、村がまだいけんの、まだいけんの、びっくりした、俺もう負けたと思って、もうだから超拗ねてたんだけど、まだいけんの、コンコンが俺を信じてくれたら。だから俺は、J さん、アツシさんで行くのか。いや、これ違う、コンコンとキャンナと俺。コンコンさん的にはキャナさん、アツシさん目線は、もう確定で、俺びっくりしてて、マジで。新一 J 二郎で。え、だって俺が偽だったらなんでこんなこと言うの、もう負け格だと思うよ俺。いや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 、それはアツシさんだから言えますよ。で、ジェイさんはどう思ってましたっけ、何ですか。ジェイさんの目線としてはキャナさんとアツシさん。僕目線はアツシさんとキャン。ちょっと待って、俺コンコンマジで説得しなきゃいけないんだ本当に。コンコンさんが思ってるのはアツシさんかジェイさんのどっちかってことですよね。いや違う、ニロいるの、ニロいるの、ジェイさんとシンイチさんが二郎なの。今日入れるところ。いやそれはアツシさん目線です。そう俺目線で、俺コンコンが狼だと思ったの。僕目線はアツシさんとキャンで。コンコンマジで。今二郎いる線追えないな。いやいる。僕は一応いる目線しか追えてない。いやコンコンさん、コンコンさん。コンコンマジで信じてほしい。本当に信じてほしい。
え、コンコンさん、これ神回になる。逆に。アツシさんとジェイさん。で、どっちって思ってます。俺、コンコン黒田さん、キャナさんかな。え、待って待って待って。え、俺、キャナが、そうするとどっちにし、どっちを考えてます。いや、どっちも狼じゃない。コンコン、コンコン。俺、キャンナちゃんは味方なの、マジで。本当にお願いします。コンコン。頼む。頼む。勝たしてくれ。本当に。ニセンコちゃんも勝たしたい。はい、終了でございます。はい、そうしますが、投票時間となります。はい、本日より、一斉投票となります。はい。あ、なんかコメントとか話でした。はい、最終投票前に、20秒ずつ。皆さんから、コメントをいただきたいと思います。20秒ずつでいきます。はい。昨日、処刑となったのがニセノコさんですので、コンコンさんから、20秒で。俺からかよ。いやー、俺ニロ。いや、俺はアツシさん入れようかな。いや、俺、アツシさんだな。だって、アツシさん。だって、アツシさん店に二郎は絶対ない。なくね。アツシさん入れます。ありがとうございます。はい、続きまして、キャナさん、お願いいたします。待ってくださいね。コンコンさん、白なんですよね。もう、どうしよう。本当に、もう、ジェイさんと、しんいちさんの二郎っていうことで、間違いないです。お願い、コンコンさん、信じてください。お願いします。はい、終了でございます。はい、続きまして、しんいちさん、20秒で弁明をお願いいたします。はい、僕は、まあ、コンコンさんと一緒なんですけど、アツシさんに入れようと思ってますし、ジェイさんが真の占いだと思ってるんで、その占いが出してる狼はアツシさんって出てるんで、僕はアツシさんに入れる予定です。それで決着つくと思います。以上です。はい、かしこまりました。はい、続きまして、最後になるかな。はい、J さん、お願いします。最後じゃなくて、僕はまだ。はい、やっぱり、淳さんがパッションが強いので、なんか、今までシンに見られてたりとかあるんですけど、僕はシンです。で、最後、やっぱり淳さんを占ったのは、なんで今までそんなに強靭目で見られてるのかなっていうのが分からなくて、最後、淳さんを占ったら、狼だったので、もう淳さん。はい、終了でございます。はい、最後、アツシさん、お願いいたします。コンコンだけに話します。コンコン、俺はジェイさんをずっと強靭を消してたのは、ずっとここまで人狼黒出ししないから、もう絶対に強靭だ、分かってない強靭だと思ってたの。だから、俺目線、昨日、ジェイさんが強靭で、新一さんとコンコン、狼でロックしてました。でも、まさか今日、コンコン占ったら白って言ってたから、マジびっくりしてて、コンコン、本当にお願い信じて、ジェイさんと新一さん、二郎なの。まさかの強靭がどっかで落ちてる、マジで、これ、マジ信じてください。お願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、そうしましたら、投票に移らさせていただきます。はい、では、コンコンさんから始まりましたね。コンコンさんに投票される方は1番、キャナさんに投票される方は2番、シンさん投票される方は3番、ジェイさんに投票される方は4番、アツシさんに投票される方は5番でお願いいたします。はい、そうしましたら投票に移らせていただきます。3、2、1。はい、4番が3票、5番が2票ということで、コンコンさんから始まってるので、J さんが本日処刑となります。はい、J さん、そうしましたら30秒で遺言をお願いいたします。せっかくここまで頑張ったんですけど、負けだなって感じです。すいませんでした、締め取れなくて。以上です。はい、以上でよろしいでしょうか。はい。はい、そうしましたら、以降、J さんは、亡くなられましたので、会話ができなくなります。はい、J さんが、亡くなられました、処刑されましたが、恐ろしい夜はまだやってまいります。コンコンかっこいいわ。コンコンかっこいい。これ、パッション届いたわ。これ、神回だわ。コンコン届いたんだ、パッションが。パッション出してみるもんやね。俺マジでやばいと思ったから、よかった。もう早口で詰め込んだよ言葉を。はい、新一どうする。新一破綻だぜ。スジさん、これ神かよ。パッション出してよかった。あれだ、新一さんを占います。はい、占ったら新一さんだけだもん。だって新一さんの結果は、まさかちいちゃん以来の俺全部占い切り達成ですよ。
うわーすげえ、これ今後よく俺を信じてくれた。俺黒いと思ったもんな。天国ルーム大混乱です。え、マジっすか。いやそうだよね、俺も大混乱。あのね、天国ルーム、教人が何人かいるのでだって数が合わないんだもん本当によくコンコンもそんなわずかな可能性かけてくれたって、めっちゃ感動してます俺今。今視聴者さんがどうなってるか楽しみでしょうがない人狼ですけど、俺今度アジトでコンコンに先一杯おごりたいと思います。ちょっとね、次の部屋に移りたいと思います。はい、ありがとうございます。コンコンなんで信じてくれたの、嬉しい、マジ嬉しい。何これ、こんなことあんの、俺今まで一番パニックってるよ。うわすごいわ。コンコンはあそこでよく頭を柔軟にした。どう考えたって数が合わなかったらおかしいじゃんってなって、俺のパッションにかけてみたんやな。これもコンコンの夢を見ます。あとしはコンコンの夢見る、コンコンと一緒になんかほもってる夢を見ようと思います。おはようございます。おはようございます。おはようございます。最終夜襲撃をされたのは開幕戦で勝利した愛知県民キャラちゃんでした。ということでキャラちゃんは以降喋ることができなくなりますので、そうだよね、マイクをオフにしてカメラをオフにしてください。はい、ということで最終日2分でございます。うわコンコン、やべえ、はい、俺が決めんのか。いやコンコンにハイタッチしたい。え、悩んでる。ではスタート。あ、コンコンさんいいですか。ちょっと僕が言いたいのは、はい、まず黒出しされてるアツシさんもそうですし、占いがまずここまで残るのがおかしいとまず単純に思ってるんですね。おかしいですね。昨日、うん、そうっていうのがあるし、でそう考えると昨日の、J さんがもう僕死んだとずっと思ってるし、だからそう考えると、結局 J さんもアツシさんも生きてたから昨日まで、だからそれは関係ないです。って考えると僕はもうアツシさんしか考えられない。ちなみに俺とキャナちゃん二郎でずっと追ってましたね、新地さんはね。あ、そうですそうです。だとしたら、でキャナちゃん噛まれてます。だとしたら昨日、今日が来てません。今日が来たって時点でもう新一、J 確定です。で新地さん、まあとりあえず占って白でした。全員占い切りました。そう言うしかないです、ね、はい。で強靭が落ちてる線をコンコンがちゃんと本当に信じてくれて、もう今ハイタッチしたいです、コンコンと。マジで俺でも今日はアツシさんに入れたいな。いや嘘でしょ、コンコン。マジ？なんで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 今日が来たんだよ。いや違う違う、それはわかるけど、うん、俺 JJ さんが本物に見えないから。いやだから JJ さんは黒なんですよ。で JJ さんは黒ので強靭がどっかで落ちてんの、それは俺もマジでわかんない。だからびっくりしてんの。コンコンは二郎でロックしてたのは強靭なんか落ちてないと思ってたからロックしてたので、裏になったら白だったからマジでびっくりしてて、で J さんが人狼なんだってことになって、新一さんも人狼だったってことなの、うん、でそれを信じてくれたんじゃないの。いやまあもう一日続くなと思って、とりあえずで髪先もちょっと見ようかなって感じだったんですけど、そう考えると僕は淳さんしか考えられない。いやさっきの淳さんが狂人探してる感じが PP できるよねっていう風な、いや探してたんじゃなくて PP ですよねって言ってたの俺は。だからもう負けですよねって俺が。で狂人が今あたりどこで何をしてたかさっぱりわからん、マジで。はい、終了でございます。マジか、やべえ、どうしよう。あ、分かった、もう決めた、はい、あ、まだあれか、あれか、最終了でございます。はい、これがあるか。前に昨日あれがいいか、処刑をされた J さんの次からになりますので、アツシさんから、30秒で弁明をお願いいたします。一斉投票になりますので30秒の弁明後、それぞれに、はい、やべえ、どうしよう。ます、はい、30秒お願いいたします。もうコンコンは完全に分かってくれてると思ったから、今日になって俺に疑いも受けてるのがめちゃめちゃびっくりしてます。で、コンコン、じゃあ聞いて、新一さんがキャナアツシさんの二郎で終わりなんですよって話をしてましたね。で、あ、そっか、コンコン目線まだそれあるってことか、俺がラストウルフってことか。いやマジか、違うよコンコン、でも違うんだよ本当に。もう昨日本当はコンコンが強靭で潜伏だったらもう PP だから、もう負けると思ってたんだけど、違うのよ、コンコン信じて、新一さんがラストウルフですマジで。はい、終了でございます。はい、続きまして、コンコンさん30秒お願いします。うーん、まあそうな、一応さっきの夜も JJ さん真の場合もちょっと煽って一応計算したけど、でもな、確かにどっちもありえるんだよな。俺本
当に難しい盤面ではある気はする。本当に間違えたらごめんなさい。ちょっと新一さんの意見を聞いて決めます。まだじゃあ一応半々に見ます。じゃあまだはいはい終了でございます。はい、そうしましたら新一さん最後弁明30秒お願いいたします。はい、僕はもうさっき一番最初にやっぱり言わなきゃいけないし伝えなきゃいけないと思って言ったんですけど、やっぱりアツシさんがやっぱりここまで占いで残ってるっていうのはまず考えられないし、もうあの昨日ジェイさんがもう神明取れてると思う、神だと思ってるので、神なので、あのもうアツシさんがもうね狼出ししてくれてるんで、もうアツシさん今日入れればもうそれで決着つくし、それで村勝てるんですよ。なので僕はそれであのアツシさんに入れてほしいっていう最後の弁明です。以上です。はい、終了でございます。はい、ということで最終決戦投票に移りたいと思います。アツシさんに投票される方は1番を、コンコンさんに投票される方は2番を、しんいちさんに投票される方は3番をお願いいたします。はい、そうしましたら投票に移ります。間違えたらごめんなさい。1、はい、はい、もうコンコンごめんなさい、3番なので、しんいちさんが、あ、ごめんごめんごめん、そっかそっかえ、間違えた間違えた、ごめんごめんごめん、見間違えた何をリアクションごめんごめん、間違えた間違えた、あ、間違えた間違えた、ごめんごめんごめん、そういうことか、審査入れたのか、今後は、はい、審査入れました。最後の弁明をお願いいたします。残念ながら村が負けました。以上です。はい、ということで、どっち、5段階で人狼がいなくなりましたので、おー、どうでございます。マジマジマジ、ごめん、コンコン暗く見えちゃって、めっちゃ惜かった、ごめん、最後はもう最後はわけわかんないことした。うわ、そこから勝てたわ、ナイスパッション、いやもうナイスパッション、お前ナイスパッションでしょ俺いや、コンコンに最終日も疑われた時は嘘だ、パッション負けしてんじゃねえよ俺があんなに頑張ったのに、すいません